令和5年度工事積算補助業務委託に関する説明を行います。企画課技術調査室で担当しております鶴野と申します。よろしくお願いします。資材に沿ってポイントを絞りながら説明します。公募の要件、参加資格の要件、今後の予定については重要事項となりますので注意をお願いします。制度の目的については資料の通りとなっております。制度の仕組みについては資料の通りとなっております。評価手法について説明します。本業務は通常の業務成績評定の対象外となるため、福岡県独自の評価をしており、習熟度評価として評価を行っております。ただし、この評価結果は習熟度を把握するためのものであり、企業の序列を決めるものではありません。公募の要件についてですが、建設コンサルタントとして令和5年度の福岡県建設工事競争入札参加資格者名簿に搭載されることが必要となります。なお、建設工事競争入札参加資格の申請については、建築都市部建築指導課が所管しております。受付期間等の詳細に関しては福岡県のホームページをご確認してください。入札参加資格についてですが、福岡県の建設工事競争入札参加資格者名簿に建設コンサルタントとして搭載されているもので、指名停止措置を受けていないこと、また仕様書に定められている技術者を配置できること、さらに積算専門研修の初級、中級に企業として参加していることの3つとなっております。なお、研修については、初級、中級の各研修を企業として1回ずつ参加していればクリアとしています。業務における管理技術者、調査技術者の資格要件についてですが、9ページにかけて記載しておりますので、ご確認をお願いします。受注者の選定方法としては、資料のフローの通りです。説明会については本日の内容となっております。具体的な日程等の詳細については、今後の予定で改めて説明します。発注及び入札については、資料の通りとなっております。次に、業務概要についてですが、業務の実施にあたり達成すべき目標は記載の4つとなります。ここでの説明は割愛させていただきます。これより17ページにかけては、具体的な工事積算補助業務の範囲及び業務内容となっております。ここでの説明は割愛しますが、重要な内容となっておりますので確認をお願いします。成果品のイメージは資料の通りとなります。次に、貸与資料ですが、積算システムのインストールと同時にデータにて貸与しております。発注出先機関からは設計成果品、図面データなどを貸与します。なお、積算で使用する資材の実施設計単価についても、発注出先機関から受領するようにお願いします。貸与する積算システムに使用する単価ですが、
正規単価にランダム係数をかけており、実施設計単価表の内容とは異なっております。そのため、概算額でしか積算できませんので、ご注意ください。積算システムにおける職員用と民間用の違いは資料の通りです。積算システムのインストール手続きについては資料の通りとなります。本業務に必要なパソコンのスペックは資料の通りとなります。次に積算基準についてですが、福岡県のホームページに掲載しております。本業務委託を発注する際の業務委託料の構成は資料の通りです。標準部係は資料の通りとなります。次に契約事項について説明します。ここでは秘密の保持、契約不適合責任の2点について説明します。秘密の保持についてですが、本業務で取り扱う情報は発注前の行政情報になるので、漏洩により公正な入札が妨害される恐れがあるため、取り扱いには十分注意してください。また、工事発注前に違算が見つかった場合、契約不適合として修正を指示することがありますので、その際は対応をお願いします。共通仕様書の内容については資料の通りです。履行期間については無理のない余裕を持った適切な期間を設定するように各事務所へ周知しているところです。今後の予定は資料のフローとなります。まず12月21日から令和5年1月31日までの期間に業務参加希望者の公募を行います。そして令和5年度の福岡県建設工事競争入札参加資格者名簿の公表となる5月中旬には公募審査結果の通知と積算専門研修を開催し、令和5年度の指名可能業者名簿を作成します。その後6月頃から各発注機関より新名簿による指名業者の選定が行われる予定となっております。繰り返しになりますが、公募の募集期間は12月21日から令和5年1月31日までとなっております。審査結果の通知は令和5年度の福岡県建設工事競争入札参加者名簿の公表後の令和5年5月の中旬頃にメールにて通知する予定です。説明は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。